24 Every day is always ありがとうございます。その後なんだ、その後いつもの感じでいいじゃない。いいと、市長すごいですね。おふくろさんよ。そんな歌詞はないです。おふくろさん空を見上げれない。今日どうした、生足です。生足どうだった。この下につけとるか。はい、後で脱がせていただきます。いやいや結構だ、ありがとう。いやいや、市長今日は帽子かぶってないんですか。今日帽子なしでちょっと他のところに撮ったもんで。お疲れ様です。この高橋からもらったこの何ですか、マフラーのちょっといいやつ、もう持っとるやつ、ありがてえもんですよ。ちょっとかけるとよ、なんとなくよ、高橋がつけとる化粧の、市長それマニアックだよね。ちょっとマニアックだな、文句あるか。市長は高橋さんがおしめなんですかね。いやいや、ようわからんけど、メガネがようわかっとるでな。メガネがお好きなんですか。じゃあまたちょっと質問をしましょう。はい、高橋さん、大好きな男の子はいますか。大好きな男の人ですか。はい、やっぱり川浦さんです。いやいやいや、嬉しそうですよ。それは刺激がない。じゃあよう分からんけど、はい、今までチュッチュしたことはありますか。さあどうだ、この答えはどうだ。実はありません。いや信じるかこれ。信じません。皆さんのご想像にお任せします。まあいいけどな、よう分かりませんけど。市長、はい、そんな質問しないでください。もうちょっとフレッシュな質問してください。高橋なので。はい、高橋なので。そうですね、そこら辺は高橋さん大好きみたいですね。本当にね。市長、あ、おめでとうございます。 NTR やってきました。どうぞご覧ください。手を振りましょう。かっこいい。たくさん踊ってる。バイバイ。バイバイ。よっしゃですから。これ大体毎年1個ぐらいはね、まあ、日本のもそうですけど、まあ、デビュー室が有名なのありますけど、名古屋城科学館には B6 ってね、ドイツ製のやつがあるんですよ。日露戦争で使ったの、あれを動かしましてここ走らせますから。これからアルプスのだとかよ、シベリア鉄道だとかあるでしょ、大陸横断鉄道だとか、ああいうのは全部走らせますね。楽しみにしてたでしょ。楽しみです。オーケー、まあそんなことで、ありがとうございます。市長、お時間がやってまいりますので、はい、市長、あの一言皆さんに、はい、一言はいいけど、もう一回行こうか。24 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 24
いいと OK Thank you very much ありがとうございました大事な岡村隆史に大きな拍手を送りくださいありがとうございますお忙しい中でいらしていただきましたありがとうございますありがとうございますThank you very much. なんなら一緒に踊ってってほしかったですね。そうですね。はい。さあ、ということで皆さん、準備していただいてよろしいでしょうか。はい、お願いします。最初はここからは最後のライブパフォーマンス。はい、OSU、青波戦隊24の皆さんに歌っていただきたいと思います。ちょっと寂しいですけれどね。この後、歌っていただいた後は、写真撮影会があるんですよね。はい、撮影をやらせていただくので。そちらはもう、撮影可能ですのでね。ガンガン撮っていただいて、ただですね、ライブパフォーマン中は、写真撮影、動画撮影一切禁止となっておりますので、ご協力のほどお願いいたします。さあ、それではすごい皆さん、ステージの方に向かってきてください。